オオムラサキツツジの花が散り始めて、花弁やおしべやめしべがもうバラバラになっています。こちらまだ散ってないわけです。真ん中に合弁花なので、このように花びらがくっついたのが分かります。さつきの花はつぼみができ始めています。